はい、いつもご視聴ありがとうございます。田川武です。今日はですね、ちょっと出張で愛知県の方行く用事がありまして、その前泊としてですね、こう岐阜ですね、大津谷公園キャンプ場ですかね、こちらの方に来てます。せっかくなんでこちらでちょっと前泊しようかなと思いまして、初めてですね、やってきました。今日はですね、2月25日ということで、まあ、いつもだったら多分寒いと思うんですけど、今日は非常に暖かくてですね、お天気もまあまあ曇りか晴れっていうかですね、はい、でこちらのキャンプ場の車のですね、乗り入れが禁止になってますので、ちょっと車はこちらに置いてですね、で中の方で、まあ、キャンプというか、ね、やりたいと思います。で今回、寝るのはですね、もうこの車の中ですね。明日ちょっと朝早いんで撤収早くしたいので、寝るのは車の中で、ちょっと焚き火とか炭火とかですね、あちらのですね、キャンプ場の方で、やりたいと思ってます。で早速ちょっとキャンプ場ですね、覗いてみたいなと思います。ちょっとですね、車から20メーターぐらい離れた感じのところですかね。平日なんですけど結構キャンパーいますね。こちらはですね、無料のキャンプ場ということで通年営業らしいです。こちら炊事棟ですね。結構風がありますね。テントは張らないんで、ちょっと人気のないこの辺りですかね。トイレはこのちょっと降りたところ、でこの橋渡ると、ここからもキャンプ場なんですが、炊事場はなしといった感じですね。はい、こちらの方はですね、川流れてます。下流の方を見ると町の方ですね。ここからですね、2キロほど下ったところですね、まあ、ホームセンターのスーパーがガソリンスタンドとかいろいろありますので、結構便利ですね。はい、では早速ですね、ちょっとこの辺に、まあ、タープで風よけだけですかね、した方がいいかなと思うので設営していきたいと思います。
今回用意したのはというかですね、下のホームセンターで買ってきたのがですね、これ巻き炭ですね。よう燃えますよね。ちょっとこのままではあっという間に燃えてしまうので、炭を入れてちょっと安定させて、今日はこちらのこの火でね、調理したいかなと思います。一応まあ3キロあれば十分でしょう。日が落ちてくるとやっぱりちょっと冷えてきますね。まあ、まだ2月ですもんね。20日もいいんですけど、やっぱ冷やが好きなんで、だから日本盛り、生原酒、濃厚な国民と丸、本醸造、まあ、これ初めてですね。これ飲んでみようかなと思います。缶に入ってるのちょっと初めてですね。かなり日本酒してます、ね。あ、でも、美味しい。ちょっといい感じに炭が起こってきました。今回ちょっと初めてですね。これに付属していた網です、ね。使ってみたいかなと思います。よいしょ。この焚き火の火というかね、結構焦げるんで、今回はですね、まあいろいろポイントがあったんで、クッカーですね、焚き火用のクッカーのセットですね、これを買いましたんで、それでちょっと調理していきたいかなと思います。油の代わりにですね、ココナッツオイルですね。なんかね、こういうのが袋に、小袋に入ったものがありましたんで、それを油代わりに。先ほど下のスーパーで買ってきた鶏ガラ醤油味の豚もやしですね。本当は蒸すらしい、電子レンジ蒸すらしいんですけど、ちょっと炒めていこうかなと。結構いい感じで、ではちょっといただきますか。ではではいただきます。ごま油と鶏ガラスープの味ですね。これはこれで美味しいな。
ちらのキャンプ場なんですけど、無料で使えるということで、結構設備ですね、炊事場とかトイレとかね、ちゃんと整ってますね。まあ、ちょっと車の乗り入れが禁止なんで、やっぱキャンプ道具持っていく、持って入るにはちょっと大変かもしれない。ただ無料っていうのはすごいですね。これだけの設備。まあ、キャンプ場というよりも、どちらかというと本当公園っていうイメージですかね。地面はですね、ちょっとこの砂利っぽくて、ちょっと硬いですね。で、今日は鋳物のペグ使ってますけど、それでまあやっと入ってるような感じですね。下手するとちょっと曲がってしまうかもしれない。今日は平日なんですけど、キャンパー、まあソロキャンパーだけじゃないんですけども、8組から10組くらいですかね、いらっしゃいますね。私もこのキャンプ場を知ったのはですね、まあ、とりあえず名古屋方面でGoogle マップですね、キャンプ場で検索したら出てきて、なかなか良さそうなんで行ってみました。この下にですね、道の駅とか温泉ですね、 RV パークじゃないんで、ちょっとね、泊まっていいのかどうかちょっとややこしかったんで、まあスルーしましたけど、まあ、温泉がありますね、日帰り温泉ですね。で、朝10時からやってるみたいなんで、明日ですね、まあ、私研修というか店長会議行かないといけないんで、朝そちらでお風呂でも入ってから、ね、まあ、愛知県に向かいたいと思います。完食したところで、ちょっとこれ石川とかで売ってなくて初めて見たんですけど、ピザの味、萩屋のケイちゃん、こんなやつですね、萩屋のケイちゃん、フライパンで焼くだけ。要は味噌味、鶏肉なんですかね。これはさすがにですね、初めて見ましたね。岐阜県飛騨の奥美濃地方発祥の郷土料理、鶏肉を一口サイズにカットし、味噌醤油香辛料の調合をしたり漬け込んでありますとあります。ですね、基本なんかキャベツをざく切りにして一緒に炒めるみたいなんですけど、ちょっとね、キャベツのね、ざく切りというか小分けした便利なパック売ってなかったんで、今回はまたもやしとニラでいきたいと思います。でも器も洗うの面倒なんで、もうこのままですね。これはちょっと初めてなんで、どんな味なのか楽しみです。味噌味、これはちょっと今まで初めて聞きました。まあ本当はこれで2、3人前あるんですけど、多分鶏肉だったら揚げていけますね、これだったらね。あんまり寒かったらですね、鍋にしようかなと思ったんですけど、はっきり言ってあったかいですわ今日。日本酒もなくなったところで、今度はですね、朝日の贅沢ゼロ、はい、ニラをちょっと多めに
キャベツの代わりです。もう OK ですね。ではではちょっといただきたいと思います。結構ね、火力が強いんでね、熱いんですよね。はい、いただきます。うん、さっきの鶏ガラの味と違ってね、味噌、赤味噌かな、全然なんか味が違うんで、美味しい。これ石川ではないですもんね、初めて。これはあり。こういうキャンプ来る時ってやっぱり地元のスーパーでいろいろ変わったものとか美味しいものというか仕入れるの、やっぱこういうのが楽しいんですよね。ですね、時刻もですね、今9時20分ですね。まあ、この日が、まあ、消えたら、まあ、車の方に戻って出てきたいと思います。焚き火の火も消えたところですね、車に戻って、ゆっくりしたいと思います。今日もですね、電気式毛布ですね。結構夜は冷えると思うんで、ということで、まあ9時40分ぐらいですかね、明日に備えてお休みしたいと思います。ではでは、おやすみなさい。おはようございます。今7時半過ぎというか8時前ですね。小電気も良さそうな、いい感じです。椅子がひっくり返ってます。はい、薪とかも完全に燃え尽きてますね。ちょっと朝つけるとここすべて持ち帰りなんで、後始末が大変なことになっちゃうんで時間かかりましてね。で、朝はちょっとこちらは火を起こさないでおきたいと思います。今日はですね、在庫整理もありまして、ですね、まあ、ご飯炊けたら焼き鳥買ったんで、まあ、卵もあるのでちょっと親子丼ですね。
ご飯ももういいと思います。いい感じですね。じゃあこちらに、はい、とりあえず親子丼の完成。ではいただきます。うん、うまい、うまい。もうちょっと甘みがあってもいいかなっていうぐらいですかね。はい、あっという間に完食。時刻もですね、もう9時半回ってますんで、ちょっと片付けですね。はい、とりあえず片付けは完了。時刻はですね、今10時25分ですね。ちょっと今からお風呂入って、ちょっと愛知の方に向かいたいと思います。まあ、こちらのキャンプ場、まあ、キャンプ場というよりもなんか本当公園っていう感じで、まあ、使い勝手で言うとちょっと使いづらいかなとは思います。ただ無料でこれだけの設備が使えるんで、なかなかいいんではないでしょうか。それでは出発します。